和光でございます。今日は前回おかげさまでですね、 W の紹介動画がですね、3週間で8000再生もいきましてですね、私としてはですね、いつもスナイパーエリート5っていうですね、スナイパーのゲームをのプレイ動画をですね上げてるんですけど、言ってもせいぜい100何十再生ぐらいしかいかないところですね、3週間で8000再生もありまして、大変感謝しております。ありがとうございます。なんか個人的にはなんかバズってるみたいな感じで、ただ私は周期化はする予定ありませんので、ご覧になる皆様も広告が入らずに見ることができると思いますし、私はただただ趣味の動画をですね、自己満足で淡々と上げてるだけですので、チャンネル登録などはお気になさらず、ご覧いただければ、幸いでございます。いくつか質問をいただきましてですね、今日は、それに、回答させていただこうと思いまして、新たに動画を録画しているところであります。一つ目のご質問で、私のこの朝日風防をつけてるんですけど、これに関しまして、その付属のステーは使わないんですかっていうご質問いただきました。で、結論から申し上げますと、使わずに独自の方法で取り付けしております。これは汎用の、メーターバイザーありますよね、あれのステーをですね、これですね、これ、この、これをこのメーターの、あ、メーターじゃねえや、このライトケースの、ボルトと共締めをして、つけております。で、どういうふうになってるかっていうと、こういう、アングルですね、こういう、こんな形で、こう、カーブで曲がってて、穴がこう、開いてるんですけども、で、この穴と、あとこの、布垂れの、この、穴を、共締めしております。まあ、こういう付け方をすることによって、こういう風にしか、なんていうか、可動域はもう限定されてしまうんですけども、ただ、角度的にですね、付属のステーを使うよりかは、なんかかっこいい角度でつくなと思いまして、私はこういう形をとっております。付属のステーはですね、私もかつていろんなバイクにこうつけようかなと思った時期があったんですけど、ここの幅、あ、ここですね。この幅と、そのステーをこうつける、あと角度とか、そこら辺が全然こうつけたい角度に合わなくてですね。で、またなおかつ、ステーを曲げようと思っても、あれ、鋼鉄ですっごい硬いんですよね。だからなかなか曲がらないし、で、曲げたところで、なんかこう、変なところで曲がっちゃったり、あと角度が合わなくて結局なんかこう思うような角度がつけられなかったりということで、で見た目もこういうふうにこうなんかこうビョーンってこう鉄の棒がこう来ますので、あんまり見た目もよろしくないなっていう感じで、こういう付け方にしました。ただですね、 W6 版はですね、振動がすごいので、私ここのネジこれなんですけど、これが結構振動で緩んでくるんですね。そうするともうガタ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 ってなってしまうので、なのでここにですね、ネジロックっていう接着剤ありますよね、完全には固まらない赤いボトルのネジロックっていう接着剤でここに塗布してですね、ナットが緩まないようにしております。次にハンドルに関してなんですけども、私も結構ハンドル難民で、いろいろハンドル試したんですね。で、今は前の動画でも申し上げた通り、ポッシュの
ツーリングバーっていうやつにしております。ここですね。で、もともとこの W はアップハン仕様だったんですけど、まず純正のアップハンだとものすごい高いんですよね、ハンドル位置が。だからなんかこう全然見た目はそういう風に見えないんですけど、気分的にはなんかこうハーレーみたいなのに乗って、なんか少しこうなんかちょっとこうふんぞり返るようなポジションに乗ってるような感覚になってしまうんですね。でそれはそれでいいんですけど、ちょっとあの高速で風の強い日に乗った時とかにちょっとですね、こう体の支えが効かないというか踏ん張りが効かないっていう感じがしまして、ちょっと怖いなと思って、もうちょっと前傾がいいなっていうことで、でそこから少しこう瞑想のスタートって感じで、でそこからですね、ポッシュのW1 タイプバーっていうやつに変えたんですけども、それもそれでですね、あんまり完全純正よりかは少し絞ってやって乗りやすくなったんですけど、それでもまた高いなって感じで、で今度ですね、ポッシュの、コンチハンドルっていうやつに変えたんですね。でそれはそれでですね、今度低すぎちゃって、で幅がこう狭くなってすごい良かったんですけど、そこは良かったんですけど、ちょっと低すぎて、ただ純正のローハンドルよりは少し高いって感じですね。で結果的に、4本目のハンドルとしてこれがポッシュのツーリングバーって、そのコンチよりも少しこう上がってる、角度的に上がってる感じで、やっとここでですね、落ち着いたって感じですね。幅も狭いし、で若干こう上がってますので、気に入っております。であともう一つの質問で、FCR に変えて燃費は落ちますかっていうご質問もいただきました。で、結論から申し上げますと激落ちです。もうシャレにならないぐらい落ちます。落ちたといっても、もう私大体普通の乗り方してて、ノーマルキャブの時にリッター25、まあ25から20台後半ぐらいまでの燃費だったんですけど、現在は大体15で、ちょっとですね、飛ばすっていうか、少しこう高回転までこう回すことが多いとリッター12とかなります。なんでこんなに燃費悪いかっていうと、濃いめにセッティングしているっていうのもあります。なのでまあセッティング次第で、少し薄めな感じでセッティングをすれば、まあ燃費はもうちょっと上がるかなって思ってるんですけど、まあそういう調整できるのは FCR のいいところなんですけど、ただ私はやっぱり加速が欲しいので、まあ多少燃費を犠牲にしてでも、まあ加速を取ったっていう感じですかね。あともう一つ質問にはなかったんですけど、皆さんにおすすめのですね、カスタムっていうことで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ここのですね、メーターのステーですね、メーターのステーを実はこれ交換してあります。で、これは、純正のまんまだとメーターの角度が結構こう寝てるんですよ。そうするとですね、夕暮れ時とかですね、反射が結構すごくてですね、メーターがもう全く見えないっていう状況で、W に乗ってらっしゃる方は結構そういうお悩みを持たれる方は多いんじゃないかなと思うんですけど、で、これは少しこう、上がっております。ここのステーの角度ですね、この取り付け角度が、ちょっとこう立つようになっております。これにしてからですね、いやーめっちゃメーター見やすくなりまして、全く何のストレスもなく、メーターが見れるようになりました。で私はですね、この W6 版の、まあ、カスタムテーマっていう大それたものではないんですけど、一応黒と青とメッキっていうのを強調したいなと思って、こういう色合いにしております。
からホイールも黒く塗ったり、あとこのエンジンガードもですね黒く塗ったり、しております。でやっぱりこうメッキの質感ですね、マフラーとかこういうのメッキの、あとこのベベルギアのこのあのシャフトのところとかですね、こういうちょっとしたメッキのポイントがより強調されるようにしたいなと思った次第です。ということで、簡単ではございますが、カスタムポイントの紹介をさせていただきました。またこれからも、ちょこちょこ動画を上げていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。